はい、こんにちは、しんいちです。今日はですね、一体感っていう話をしたいと思います。これ分かるとですね、ファンが増えますんで、ぜひね、理解していただけたらなと思うんですが、ですね、これは店舗を運営する、リアル店舗でしょを運営する場合でも、ネットの店舗を運営する場合でも、ネットショップでも、まあ何でもそうです。ブログでもそうだし、メルマガでもそうだし、全てにおいて言えることなんですが、一体感があると、ファンが増え、もちろん利益も上がります。一体感。じゃあこれどうやって出したらいいのかっていうことなんですが、ちょっとその前に一体感っていう、何ですかって感じてる方もいるかもしれないんで、一応説明すると、例えばですよ、例えばじゃあ、家族や身内の中で一体感がない人っていますよね。ないお家ってあると思うんですよ。逆に一体感めっちゃあるお家もありますよね。どっちがいいですかって言ったら、一体感あるお家の方が幸せそうだし、実際幸せだと思うんですね。家庭内の別居とかしてるっていうのも完全に一体感ないですね。夫婦関係にもかかわらず。でも夫婦が仲良くしてるところもありますよね。で、あれってなんで変わってきちゃうのかっていうと、もうビジネスにおいても同じなんですが、自分とあなた、私とあなたにしましょうか。私とあなたとっていうのはアンドっていうバーサスですね。私とあなたになっちゃってるからなんですよ。じゃなくて、私たちっていうニュアンスで変えていくことが大事です。で、私たちっていうニュアンスは何かっていうと、共通の目標。共通の敵とかよく言いますし、あれも正解ですが、共通の目標を持つことが大事です。敵を倒すのが目標でもいいですよ。ちょっと例えが悪いけど、ナチスはユダヤ人を何ですか、共通の敵としたから、ナチス・ドイツは一体感を持ったわけですよね。別にそんな敵は作る必要ないです。必ずしも共通の目標があればいいんですよ。例えばですね、ただ稼ぎたいとかだと面白くないというか、変な人ばっか集まってくるんで、世界平和とかをね、共通の目標にするわけですよ。何でもよくないんですけど、世界平和とか、例えばですよ。世界平和じゃ面白くないですけどね。共通の目標にすると、例えばじゃあリアル店舗やってます。蕎麦屋さんやってます。お蕎麦屋さんやってますと。はい、お蕎麦屋さんありました。で、お蕎麦屋さんのお店、バーサス、お客っていう立場になっちゃうと、全然これダメなんですよ。そばください、はい、お金くださいっていうような関係だと全然ファンが増えません。なのでそうじゃなくて、一体感を持つためにはどうしたらいいかっていうと、じゃあ、そばを通して、この街を良くしたい。この日本を良くしたい。この世界を良くしたいっていうことを、共通の目標にするんですね。美味しいそばを提供することによってお客さん喜んでくれると、でそうすることによってお客さんの家族であったり友達であったり、そういう人もこの人が調子よくなれば嬉しいですよね。でそうすることによって街、日本、世界がどんどん良くなっていくっていうことをやっていきたいと。でそのためにお客さん意見聞かせてくださいっていうのが、一体感の一つの例ですよね。一体感を持つ。わかります？それって仲間じゃないですか。この街を良くしたい仲間なんですよ。お客さんも。お店の方も。だから、私たちでっていう意味です。私たちで日本を良くしていきましょう。この街を良くしていきましょうっていう共通の目標のある仲間になるんですね。そうすることによって。よろしいですか？こういうのをどこでも構わずやってください。何のビジネスをやっていようかですね。よろしいでしょうか。なんとなくでも伝わったら嬉しいです。またご質問、ちょっと今の説明がこれ難しくて、うまく伝わってなかったら申し訳ないんですが、僕自身もこれ聞いてもらってる方にはしっかりですね、なんていうのかな、しっかり、マインドアップしてもらって、で日本全体が終わったらというか、日本全体の後は世界全体っていうふうに、できるだけですね、豊かな人が増えてほしいなって思ってますんで、本当に質問あったら遠慮なくしてください。メルマガの中でもいろいろお伝えしてますんで、また登録よろしくお願いします。はい、説明欄にあると思いますんで。では、ご清聴ありがとうございました。失礼します。